はい、皆さんこんにちは。先日からビーズキャッツのコネクタというソフトをいろいろ研究しています。とっても技術的には高いものだと分かりながら、これをさて何に使うかというのでいろいろ悩んでいますが、今日は単純なことで、まあそういうことはできるだろうってみんなが思うようなことを現実的に実践としてやってみたら案外便利というのをやってみたいと思います。どういうことかというと、この今真ん中に出しています UJAM のギターのカーボンというソフトウェアにはドライミックスというような機能はありません。そしてまたここにこういうブードゥというとっても変わり者のエフェクターを挿しています。ギターの音をとってもエフェクトできる面白いソフトウェアです。これももちろんドライミックスというのがありません。こういう場合にビーズキャッツのコネクターというのはドライミックスができるようになっているわけです。ドライミックスというのは右側のところでドライとミックスが変えれるわけです。まずはちょっと音を聞いてみてください。4小節の簡単な和音が入れてあって、それを UJAM のカーボンがフレーズを弾いてくれるというような音です。ちょっとやってみます。はい、これがカーボンから出てるそのままの音です。その音をここでバスチャンネルを作りまして、そして一番上にはこのコネクタでセンドというのをやっています。そして真ん中にこのブドゥを入れています。いわゆるエフェクトですね。そして右側でこのセンドを受けるものにしています。このように接続すればドライミックスができるようになります。鳴らしてみます。これはエフェクトだけの音です。ここにドライを混ぜていきます。エフェクトを弱めます。はい、このようなドライミックスができるわけです。このブードゥだけではどうしてもできません。この真ん中の大きなノブで聞き度合いはできるんですけれども、それはエフェクトの聞き度合いだけであって、ドライをどれだけ混ぜるかというものではありません。ですから、ここだけでやってみるとこのようになります。ドライは全部切っておきます。はい、ドライウェットという考え方よりもアマウントというような感じなので、途中から急に聞き出したりしてしまいます。これを自分の好きかなと思うような度合いにまずは調整します。そしてドライミックスを変えます。単純なことなんですが、頭で考えていた時には、まあ、ドライミックスができる程度というふうに思っていたんですが、やってみると案外大事なことがよくわかりました。そして、もう一つ気がついたことがあります。今、皆さんに
YouTube を上げているのには OBS で画面録画をしてるわけですね。こういう感じでやっています。いっぱい出てきてわかりにくいですが、ここが OBS の画面です。そしてここにこのようにビーズキャッツのコネクターで音を受けています。何がいいかと言いましたら、例えば自分の声とそして音楽を流した時に音楽がちょっとやかましいと感じる時があります。そういう時には DAW のボリュームを下げてしまったら皆さんに聞こえる音まで下がってしまいますよね。それはとっても困るんです。ちょっとやってみますが、ここでこのボリュームを下げると僕のヘッドホンには小さく聞こえるんですが、 OBS のボリュームには影響がないことをちょっと確かめてみてください。じゃあ流します。ボリュームを下げます。ゼロにしました。でも皆さんには聞こえているはずです。はい、これって配信している人にはとっても重要なことだと思うんですね。ですからこれもブルーキャッツのコネクターを使えば便利なところだととっても今日は感じました。まだもう一つ二つ便利なことを感じていますが、あまり動画が長くなっても聞きづらいと思いますので、今日のところはこれぐらいにしておこうと思います。今度は同じくビーズキャッツの MV7 というとっても面白いイコライザーミキサーとでも言ったらいいような、そういうようなものがあります。これは各バンドごとにプラグインを挿したりとかできるようなとってもユニークなソフトウェアなんですが、これも日本語解説がほとんどないです。僕は重要度からすればメロダインとかと相当するほどにとっても使いやすく便利なソフトだと思うんですが、誰も日本語解説はしていません。でも外国では絶賛の声でこの動画はたくさんアップされています。ここらもまたご紹介できる機会があったらいいと感じています。今日はご視聴ありがとうございました。村長でした。